とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきましょう。30回と結構長めです。で、終盤若干難しいところがあります。とりあえず、最初に、火属性入れていってください。これでいいです。で、エンチャンターが出ますのでエンチャンターをまず倒すようにしましょう。エンチャンターがいるとちょっと厄介になりますので必ず倒してください。 OK、 いい感じで、あとはおしまいですね。はい、1回クリア。28回が多分一番難しい。その前にも難しいとこいくつかあるんですけどね。星夜取っていきましょう。で、星夜にエンチャントで、火属性と働き鉢でいいと思います。で、2階は特に問題はありませんね。2階は、サポートクリアしちゃってください。さあ。はい。やっぱね、キノコが早めに来てくれればよかったんですけども、キノコ結構ね後の方なんですよね。出るには出るけども、出るには出るけど後の方なので、ちょっとね装備を考えるとこですよね。よいし、おいで終わりと。2回クリア。次、序盤は特に十何回かまでは問題ないと思います。で、バジーネストですね。で、星オルがないとここがちょっとね面倒なんですよね。なのでここの攻略のためにも星オルは絶対取っていった方がいいと思います。じゃあいいね、蜂が最高。よし、うまいことね壁を使って戦っていけば、まあダメージそんなに受けずに、本戦までいけるでしょう。よいしょー、オッケー。でここまで来たら、バジーネスト出してて OK です。クリーパー最初出てくるんでね、クリーパー対策のために蜂を用意しておいてください。 OK、 意外とね敵が多いのよ、特に上なので、上の方には注意してください。 OK、 フリーズがね結構高火力なので、よし、あぶねえ、そこを倒せればいいですね。 OK、 で今ちょっと下から来たの分かったかと思うんですけども、クリーパーも、潜んでますのでダメージは受けないようにですね、しましょう。半分以上持っていかれるからね。おお、まだいた。おお、まだか。はい、し、3回クリア。次、何もいりません。どんどんいきましょう。エンチャントはまだ入れなくて大丈夫と思います。次に来る装備用に取っておいてくださいね。よし、オッケー、はい、よし。やっぱ星オルはね2発目が本当に強い、若干当てにくくはあるんですよね、若干当てにくくはあるんだけども、慣れてしまうと本当に使いやすい。よし、あと上にいた。蜂たちに任せろ。あ、いた。終わりかな。はい、4回終了。次で、ここで傭兵のアーマーを新しく持っていってください。性能がねこっちの方がぐっと上です。雪玉を入れますね。で攻撃で蜂を出してもいいんですけども、
バジーネストで出してあげても OK です。クリーパー対策に入れておいてください。で、5回クリアで、ここの報酬でこれ氷の杖を持っていきましょう。ボス対策ですね。これはボス用、イリュージョナーを速攻で倒したいので入れてます。で、星夜をパワー上げてください。で、プレステ版は右側に出ます。スイッチ版は左側に出るかもしれません。いきましょう。とにかく最初の、イリュージョナーさえ倒せればなんとかなると思います。シャーッ、 OK、 こいつさえ倒せれば全然 OK ですね。よし、はい、7回クリア。次で、ここでパワーシェイカーですね。パワーシェイカーはやっぱりダメージをだいぶ稼いでくれます。で、エンチャント忘れずに入れましょうね。雪玉、雪玉はね、やっぱり3あると防御性能が全然違う。いいね。やっぱり商人で、危ねえ、ああ食らっちゃった。星寄るを上げてるんでね、めちゃくちゃ強くなってる。下雲だけだったか、おしまいでーす。まあ、こんな感じで序盤は全然余裕にいけます。で、ここ防具もいいけども、バーストクロスで火力上げてた方が行きやすいかな。長弾とボーナスショットでいいです。弓は、矢はそんなにね、使うこともないと思うので、どんどん打ち込んでください。はい、OK。よっしゃ。で、蜂が大体暴れてくれるんで、キーパーはなんとかなると思います。はい、9回クリアんで、ここで種を持っていきます。種と氷の杖を交換するといいですかね。氷の杖ね、若干俺は使いにくいと思うんですよね。なので種の方が回転率いいし使いやすいので、こっちを入れていってます。 OK で、持ってここも特に問題はないでしょう。パワーシェイカーで突っ込めば速攻で倒せると思います。はい、種、さっき取ったやつなんでね、火力があります。まだまだ OK。まあ、結構クリーパー対策とかでもね、この種っていうのは使えるので、意外とタワーでは使ってます。ここは何もいりません。いきましょう。で、11階も特に問題はないと思います。よし、今回のね、若干難しいっていうところが、クリーパーがめちゃくちゃ出るとか、あとレイスが出るとか、そういうところですね。ちょっとめんどくさいです。終わりか？はい、11回クリア。まだレイスは出だしてないですね。レイスが出だすのも確か終盤からだったと思います。何もいりません。よし、 OK。 あ、エンチャント入れてください。全然忘れてた。火属性をね、多めに入れとけばいいと思います。じゃあ OK、 いいね。まあ、全然倒してはいけると思います。
ここは風使いが鬱陶しいので弓多めでいくといい感じですかね。はい、ナイス。あ、いたいた。いや、なんかいないなと思ったらいましたね。よし、はい、おしまいです。12回クリア。ラビジャーが2体いるのでそこだけ注意で、ここで防具変えます。ヌストで、ヌストにエンチャント入れてください。雪玉さんと防護を最終的に2まで入れればいいと思います。はい、攻撃速度が上がるとね、火力が違いますし、でこれスパイダーになるんでね、それが目的です。スパイダーアーマーにするっていうのが強いのよ、やっぱりスパイダーアーマーが吸収が強え。あぶねえ、よし、いいですね、いいよ、あぶねえ、よし、でここでおしまいですね。はい、13回クリア。でここ装備悩みますよね、悩むよね。でここ俺は愛のメダルでいきます。蜂と交換ですね。あそこの装備はね、多分みんな悩むのよ。でも愛のメダルって最後まで使えるので、まあまあまあいいかなと思います。うん、まあ、ちょっとクリーパーがね多めのところで使うとちょっと面倒くさいことになることもあるんですけども、まあ、それまでの道中意外といいのでおすすめです。よし、そこか、オーケー、行って、よし、種、はい、14回クリア。アーティファクトを今回強化していく感じでやってます。何もいりません。いきましょう。愛のメダルは極力強いやつをね仲間にしたいですよね。でも狙うのが意外と難しいですよね。いけ、ナイス。あ、ミスったミスったよし、思いっきりやっちゃった。でも大丈夫ですね。あとは上で終わりですね。はい、15回終了。次、まあ、クリーパーはほんと注意していきます。ハプーンで、ここにボーナスと火属性もしくは衝撃でいいと思います。うん、衝撃意外と面白いのでつけてもありかな。うん、まあまあ火属性とこのショットだけで大体倒せるんで。よし、でこれ矢の消費もそんな激しくないのでいいっすよね。うん、矢の消費激しいやつって結構あるんで、それに比べると全然使いやすい。よいし、火属性でじわじわと削ってもいけるのでいいっすね。よし、終わり？ははは、おしまいです。はい、でここでドラ使います。ドラと種ですねの交換でいいと思います。でここで防具が変わります。ユニークでスパイダー、これを終盤の途中ぐらいまで使います。でそっからはちょっと耐久力がもうちょっと欲しくなるんでね、そっちにします。でここ、まずエンチャントをね、入れておいてください。下の方から倒します。下の伸びから倒す、い
きましょう。で、あいつは無視で、うん、いいです。で、倒しに行ってから、倒すようにしてください。よし、いいね、いいね。あとは3発パワーシェイカーで殴れば、あー、殴るまでもなかった。おしまいです。何もいりません。あ、ここがね、若干むずいかな。あのクリーパーが結構来ますので若干難しい。ちょっとね、位置取りに気をつけてください。クリーパーが来るとちょっと避けにくい場所っていうのがあるので、そこをちょっと注意しながらやっていくといいと思います。 OK。 でハープーンの火属性があれば大体いける。よっしゃ、いけ。あ、いいね、いいですね。このマグマキューブがかなりダメージでかいんですよ。なのでできればマグマキューブに愛のメダルを当てたかったけども、まあそう、狙うことも難しいんですよね。こいつに当てると結構暴れてくれていいんですけども、まあ仕方なし、いけますね。まあ、とにかくクリーパーが最初結構多いのでそこだけ注意してください。あまり前に出すぎるとやられると思います。何もいりません。20回、この辺ぐらいから、クリーパーがとにかく多くなるんですよね。なので立ち回りには注意です。いけ、愛のメダルが使える。よし、いいですね。あー、当たってない。よし、よし、終わり。はい、20回クリア。もうね、この近接武器は火力がないんですよ。なのでここで変えます。ソーブレード、ソーブレードだと火力もあるし、このパワーシェイカーとの相性がいいんですよ。なので、入れていっていいと思います。で、エンチャントですけども、クリティカル、そして虚無です。あ、ミスった、ミスった。弱体化ね、弱体化入れてください。うミスった。まあまあまあ、いいか、そう変わりはないっす。弱体化だったらば引きダメが結構減るんですけども、まあまあいいでしょう、いけるよ。ゾンビは戦いやすくなるし、よしよし、いい勝負にしましょう。21回は特に問題はないと思います。あぶね。あ、一応これか、雲とレイスのコンボには注意ってことか。まあそれぐらいですね。あ、うわーわーわー、ちょっと待って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 、あぶね、あぶない、あぶない、あぶない。やられるとこやった。よし、はい、21回クリアでーす。で、ここでアップドラフトとパワーシェイカーを変えていきます。もうパワーシェイカーが、まあこの武器だったら使えるんだけども、そんなもう火力はないんですよね。なので変えちゃってください。いけー、いいね。愛のメダルはね、こういう風にかなり暴れてくれるんでいいですよね。よし、もうちょっとね、あの再使用時間が短かったらもっと使いやすいんだけど、まあ、そこは仕方がない。はい、何もいりません。次に行きましょう。で、23回
エンチャンターが確か2体かな出るんで、先に倒すようにしましょう。まあまあまあ言われずともだと思うんですけどもね。エンチャンターは早めにお願いします。よっしゃ、危ない、見えてるよ。よし、やっぱり出た。危ねえ、使え。よし、はい、23回クリア。次で、ここでスケールメールを取ります。このスケールメールはクールダウンがあるからいいんですよね。さらに近接ダメージも上がるんで、まあいいかなと思います。いきましょう。で、まあ、そうね、エンチャント入れたい人は変更とかでもいいのかな、これプラス。うん、でも今回は入れません。あと5678、あと 4つぐらいか。28回が一番難しいんでね、そこだけは、結構注意です。クリーパーがとにかく出るんで、あそこはねちょっと難しいですよね。あげい。であとワンウェーブで終わしまいか。はい、24回終了。で、ここで、あ、違うわ、違う違う、ここ何もいりません、なしです。うん、バジーネストとかもいいかなと思うんですけども、愛のメダルの方が28回までは使える。28回はバジーネストあったからいいんですよ。でもそれまではこの装備の方が良かったんだよ。うん、だから取らなかった。そう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 、そういうこと。よし、確かにね、あそこはねバジーネストあると全然楽なんですよ。うん、全然楽なんだけども、まあそれまでの道中を考えてこの装備でやってます。よし、終わりかな。まだいたんかい。はい、25回終了。でここで、弓を変えます。コグクロスボウですね。コグはやっぱり強い。追い打ちとテンポセットです。で爆発もね入れてて面白いと思います。結構ね雑魚的簡単に倒せるんで、それが爆発してくれると結構いいダメージを与えれます。あぶねあぶね、いけい。いいね、下のエンチャン、あ、エンチャンだじゃないや、クリーパーはもう全部倒してるよね。倒してるね。 OK、 いきましょう。はいはい、あとお前らで終わり。はい、26回終了。で武器変えます。両刃斧ですね、変えちゃってください。あ、ここも結構難しい。ここ、うん、ここ意外と難しいので注意です。衝撃波と雷入れちゃってください。そう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 、ここ難しいんだ。敵がねやたら固まってんのよ。だからそこに愛のメダルを打ってあげるといいです。愛のメダルがないと結構厳しいのよね。しゃいけー、いいね。ここのね敵の数はね結構異常だもんね。うん、でも愛のメダルを打ってあげると、全然いけると思います。あ、ここがほんとね嫌なのよね。
ける、いけた。でここもできれば愛のメダルで先制を取りたい。おっと危ない、まあ、大丈夫ね。ミニゴーレムも頭の上に乗ってるので大丈夫。 OK いけー。あ、ミスった。まあいいや思いっきり食らったけど、行きましょう。んでここ何もいりません。でここだよね、難しいのが。もうここに入るぐらいの覚悟でやってていいです。うん、ほんとね、このクリーパーがやっちゃうのよこいつら。よし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 、若干食らった、食らったね、食らったけども、 OK、 いけ。いや完全にやばい完全にやばい、完全にやらかした。よし OKOKOK、 クリーパー来るよ、注意してね。よし終わりか。はい、まあ、とにかくクリーパー多めなので注意していってください。んでカトラスです。カトラス、このカトラスがもうほんと序盤に出てきてほしいぐらいめちゃくちゃ強いのよね。エンチャントとしては衝撃波と旋風をもろに入れちゃってください。でカトラスを上げて、であとボスを倒すだけですね。もうドラを入れて密着した状態でカトラスをブン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 振れば速攻で終わります。いくぞ、いきます。とにかくこれだけで勝てます。はいはいはい、終わり。はい、まあ、27分か6分ぐらいではクリアできるかな。でも長いです、いまいち。テンポ2、リフレッシュ2のリフレッシュ1、あ、3だったらまあ良かったんですけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。